え、痛いですよ。お尻に刺さないでくださいよ。痛かったよ。風船と間違えた。マーメイドル。確かに。せーの。怖いんだよな、私。嘘。多分ね、割れないんでしょ。私思った。怖いんだもん。パンってね。私こんぐらいにするわ。いいと思います。ほら、あんまり大きい音出しても。ああ、確かに。みんなビビっちゃうじゃん。たらこちゃん手づかみでいけ。無理でしょ。しおん、しおんも元気そうでよかった。あ、よかった。ありがとうございます。じゃあ割る？はい。自分でやろうか。一緒にやろう。うん、一緒にチキチキレースするじゃん。何ですかチキチキレースって。早く割った方が勝ち。あ、いいですね。いやー、ありがとう。あー、勝った勝った勝ったー、イエーイ。違うよ、これ接待だから。なんで誕生日しろだって。ちょっと待ってください。あ、でも言っちゃった言っちゃった接待言っちゃった。どういうことやねん。たらこちゃんの勝ち。でも、言い出しっていうの遅かったっていうですね。シャンパン開けるのってほんと怖くないですか。ポンってね。そうなるの、うん、あと風船割りみたいなこのスリル感っていうかあるね、まあ、風船でもここでさ収まるからいいけど。あー、そっか、飛んでくじゃん。いやー、それほんと苦手なんだよな。これ一応ほらね、その家の中ですか。高い機材とかありますから。そう、機材があるから私、あっちですよね、飛ばすのね、うん、飛ばすならあっちです、うん、あ、こあ、これか任した方がいいんじゃない最初。あ、それでね、じゃタオルでこう、押さえ込むようにして。うわー、怖い。なんで私がやんなきゃいけないの。誕生日でしょ、だって。え、これって主役が開けるんですか。そうですよね、そうだよね、みんな主役が開けるんだよ。そうなの。じゃあ、じゃあ、ありがとう、皆さん、本当にこと、あ、たらこちゃん、はい、ハッピーバースデー。はい、ありがとうございます、はい、皆さんのおめでとうの言葉、本当にありがとうございます。皆さんにとっていい一年になりますようにお祈りします。ふぅ、シャンペン。あれ、どうしたの。え、これ、どうやって開けるの。危ないよ、顎。顎危ないからね。はい、うん、じゃあ皆さんにとっていい良い一年になりますように。はい。もう丸一年になってんじゃん。怖いよ、泣きそう。頑張れ。あ、そうでもなくない。大丈夫。はい、いくよ。はい、スイッチ押してくれる？私両手でやるから。はい、いきます。はい。
全然書いてない。なんだろう、こっちある。やっぱ逆紙面をこう読まないとダメなんだ。握力ないと。こっちやってみてよ。はい、スイッチ押すよ。はい、スタート。コメント。あ、2月1日誕生日迎えましただって。あ、おめでとうございます。カオザナイトご出演おめでとうございます。ありがとうございます。 ありがとうございます。ね、11月に出ましたね。2月1日に誕生日迎えました。で、バデソングを後で歌いますということでですね。私2月2日生まれなんで1日前ですね。そうだね。じゃあ私にも歌ってほしい。はい、はい、じゃあ行きます。出し口を指で止めてくださいって。あ、だからか、ここから空気漏れてたんだ。はい、これでいいんですか。そうです、座るんでしょ。なんか汚い。チキンこぼした。チキンこぼした。ね、全然大きくないじゃんこれ。あんまりしすぎないでね。2個同時割りとかの大きくない代わりに。やだよやだよやだよ。じゃあ私座って割るんで、食べてる時いきます。よーい、スタート。ねえ、ほんとやこれ、もう嫌な、嫌です。怖いよ。え、なんかさ、痛い。ごめん。なに。え、痛いですよ。お尻に刺さないでください。痛かったよ。風船と間違えた。ねえ、ごめんごめん。風船とお尻、確かに形似てますから、いいですよ。覚えてる。だって、覚えてる。はい、和弘さん覚えてる。だって覚えてますか。ライブ来てくれたことあるよね。ありがとう。せーの。ちょっと
こちゃんのお尻だよねお尻ですね。本当に、まあ、本塚さん大丈夫、しおんさんひどいなだってごめん緊張したのなんやだ、爪楊枝だね。そう、爪楊枝で刺しちゃった、お尻刺しちゃったのって言って風船と間違えちゃった。これ多分ね、熱いんだよな、熱い風船だから割りにくいんですよ、うん、頑丈ですごい。どうしようか、じゃあ最終兵器、爪楊枝さん絶対です。あーもう罰ゲームやこれ、せーの、あーもうやだどこ行ったの、やだほんとシモンさん偉いな、ほんと偉いでしょ、風船割ってくださいってはい一生懸命やってる、私も見習おう。3、2、1おめでとう。そうですね。一回ね。本当来るの？はい。はい。ナイフが危ない。どうですか？こんな感じでいいですかね？タラコちゃんのお尻の型が取れて、こうシリコン流し込んで破壊しますんで。これいいの？あ、いいじゃん。これヨギボー。そう、ヨギボーみたいな。さっきタラコちゃん。ビーズクッション。もうちょっと、はい、空気なかったら、はいはいはい、フィットするかも。あ、そうですね。ちょっと空気入ってるからやっぱ。怖い。怖いんですよ。怖いんですよ。一緒に乗ると、そう、あの、誰かが沈むと誰かが浮くんだよね。浮くんですよ。はい。倒れそう倒れそう、やだはい、ということでどうでしたかね、大丈夫でしたかね。あ、パンパンにお願いしますだって。お、パンパンにすできます、お音が大丈夫ですか。大丈夫、じゃあ結構ね、そう、うるさいんですよこの風船芸人。これもファンの方から2、3年前にいただいたのかな。あ、そうなんだ。いいですよね、これ便利、うんうん、ただちょっと壊れちゃってたらこちゃんの方が早かった。はい、大丈夫、これで。でもさ、これ危ない。はい、壊したやつだって。壊したんですか。一箇所だけ。あ、そうThank you.
8月生まれの人もいるみたい。見て、みんなオラに元気を分けてくれる。元気だわ。ドラゴンボール。すごい。すごい。いい感じに。大きいね。よいしょ。おっきいおっきい。空気入れて、どれって思う。2人で乗ったらどっちが重いかバレないって。バレちゃうかな。バレちゃうかな。いや、でも、みんな待って。身長的に私の方が高いですから。あ、それはあるよね。確かに。そうですよ。うちも8月です。まだまだいける。素敵ですね、ラップとは。おお。残りの配信時間はずっと乗っかったままお願いします。そう、大変じゃないこれ。乗っかったままって結構厳しいぞ。ね、無理ですよね。置いて。ここで。あ、置ける？あ、置けないよ。ちょっとごめんなさい、大輝さんのリクエストちょっと難しいな。乗れないもんだって怖くて。そう、椅子の上だから。そう、どうだろうね。妥協案ください。大輝さん、妥協案ください。なんとかお願いします。あ、じゃあタラコちゃん物申したいとき、あのビーチボールちょっと映らさせてよ。どうしないのこれっていう感じでね。結構重いですね。重い。あ、それカニじゃん。巨大ビーチボーン動画別にアップしてくださいだって。申し訳ございません、場所が狭いので。確かに。そうなんですよ。そうなんですよ。今日も楽しい時間ありがとう。おかげで明日からまた頑張れる。ありがとうございます。明日からね、月曜日だからね。たらこちゃんのキュンかわいい。ありがとうございます。またマンファンファンミーティングできるといいですね。本当ですよね。ファンの皆様に会いたいですよ、私は。クラッシュクラッシュ、ありがとうございます。あれ、あと5分って言ってたのに35分予定になってるから、あと10分ぐらいある。ちょっと間違えてません？大丈夫？35分、あ、合ってますか？よかったよ、大好きだって。ありがとうございます。26分、あ、食べないの？あ、食べないと。26足す6は32分ですね。おー、よかったよ、大好き。しおんちゃんの持ってるビーチボールに残りの配信時間2人乗りしてだって。これじゃあ挟む、乗りながら食べる。いいね、乗りながら。ちょっと映んのか。これビーチボール配信になっちゃう。でもビーチボール座ってるとこ、どこも。あ、そっか、見えない。もうちょいし、これがいっぱい。ちょっとじゃあもうこれでうちらが頑張ろう。いただきまーす。はい、あ、いいじゃん。イエーイ。うん、おいしい。これマジパンって言うんですよね。あ、そうなの。ピントが、うん、甘い。おいしい。なんかレモンの味しない？うそ、うん、しないって言われても。食べますね。食べたい。じゃあ、タのちょっとで。タのとこ。タもらった。なんかレモンの味します？なんかレモンの味する。うん。レモンの味はどう？あ、嬉しかった。すごい。いい誕生日迎えられましたけど。よかった。嬉しいな、ほんと。ね。こうやって、みんなね。おめでとうって言い合ったりして、いっぱい誕生日の歌いましたね、今日もね。ね、3回だって。
2月の誕生日の人に乙女座おめでとうございます。でもマーメイドルの、はい、マーメイドルの定期ライブ、はい、あ、そうですね、はい、とかずっと前に、うんうん、あこう結構こう1ヶ月に1回ね、うん、定期ライブやってたんだけど、うん、絶対に誰かを勝手に祝ってたんだよね。あ、ハッピーバースデー歌ってた。う、ね、うん、サブタイトルが、うん、勝手に〇〇さんをお祝いしてみたみたいな。あ、そうなんですか、ね、ただっていうライブやってたから、もしかして今原点に戻りつつ、そう、ね、あるのかもしれない。確かに、うん、でも嬉しいですもんね、みんなやっぱ祝ってもらいたいし、うん、で毎月誰かはね、一日誰か誕生日なんだから、そう、毎日歌うのもいい、毎日歌ってもいいぐらいのね。そんな時は YouTube にマーメイドルのバースデーソング上がってるみたいなんで見てください。聞いてね、聞いてください、聞いてください、はい、おいしい、おいしいこの感じ、ね、たらこ、たらこちゃんチキンもあるからね。あ、そうです、チキンね。え、もう食べたんですか？全部食べた。嘘でしょ？お腹空いてたあ、飲み物大丈夫ですか？あ、飲み物大丈夫ですか？たらこさん、あ、うん、いただきます。これぶどうジュースですからね。まだ言ってるよ。チアーズ。おー。ちなみにそれはどこの国の言葉なんですか？チアーズは。英語です。あ、なるほどね。さあ皆さん調べてみてください。え、絶対英語だよ。英語？うん。チアーズ。なんかおしゃれじゃない？ちな、おしゃれ。ありがとう。今後の予定はだって来月またね、3月にありますよね、配信がありますので、よかったら見てください。たらこちゃんが喜んでくれて何よりだよ、だって。あー、ありがとうございます。 Bye more beach boys Happy Valentine Day。 渋谷マルコムが言った最後だろうな。そんな前だったっけ。早いね、マルコムさん。渋谷マルコムさん去年でしたよね。へえ。ケンタッキーいいな、だって。で、明日は、美味しい。明日の夕飯はケンタッキーですね。レッドホットチキン。はい。辛いやつ。辛いやつ食べたい。さあ、どうでした？もうそろそろ終わりですかね。お、今日は、でも、はい、ほら、メインが、はい、たらこちゃん誕生日と、はい、バレンタインだから。そうですね、バレンタインの。ね、初披露の。そう。あ、そう、バレンタインといえばチョコですね。そうですよ。まだでも固まってないかも。これをね、作ったの。わかるかな？あれ？これじゃわかんないよ。こっち、あ、それじゃわからない。そう。これだ。これ。なんだと思いますか？近々ね、動画にあげるんですけども、これの開封だけやっちゃう？うん。これシリコンで、あるものをね、かたどってるんですよ。この黒いやつを。なんでしょうか。私が剥がす前に皆さん当ててください。なんでしょう、なんでしょう。チッ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 封じ込められちゃった、シリコンに。へえ、面白い。なんでしょう、何が出るかな、何が出るかな。よいしょ、こっちの方か。何が出るかな。わ、綺麗に。うわ、うわ、なんでしょう、なんでしょう。あんま雑に扱うと。カッターナイフあったよね、さっき。これ刃が取れたんだよ。あ、取れた取れた取れた。じゃーん。お、こちら。なんでしょう。なんと。わお。これね、5億年前の三葉虫の化石でございます。すごい。これです。これをこうやってね、ちょっと今切ってないんだけど、はい、こうやってね、かたどってチョコを流し込んで、今こんな感じで固めております。すごい。三葉虫って皆さん知ってますか？すごい化
石ですから貴重ですね。5、6年前だよ。5、6年前から虫がいたっていう。そう、海の生物なんだよね。へー、だからもしかしたらすごくたどれば、はい、つながってるかもしれない。あー、そっかそっか、うん、祖先かもしそう私たちの祖先かもしれないですからね。大事に扱ってください。あ、そうだね。ちゃんとあれ木の入れ物、あ、ちゃんと入れ物にね、こう入ってましたから。そうなんですよ、うん、ね。ちょっと怖い怖い。あ、石みたい。化石ですからね。あ、化石って石なんですか。だって、あ、科学の科に石じゃん。あ、そっか。開けれる？ちょっと開けようか。開ける？大丈夫？ちょっと待って、なんで？開けれない。爪がある場合、タラコラコちゃん。なんで開けれない？開けないですよね。なんで？あ、あー、これに、どっちで入ってくるの？そうだね。お、すごいかわいい。三葉虫でございます。素晴らしい。おー、いいね。どこさん？どこさんだろこれ。あ、でも USA って書いてあるんですよね。どこに？ほら、USA。 本当だ。カンブリア紀、カンブリア紀中期。節足動物。すごい。すごいね。というわけで、はい、このね、ピントが。はい。この三葉虫の動画も上がりますので、うんうん、ぜひ皆さん、お楽しみに。お楽しみに。タラコちゃんの唇フィギュアって何？何？タラコちゃんの唇そんなあるの？欲しいの？そんなの。すげえ当たったって。おお。すごいね、よく知ってる。すごい、ね、当たったの？虫嫌いです。子供、小学生の時親戚の山で恐竜の化石が発見されたことがある。すごい。いいな、夢がありますよね、なんかね。すごいじゃん。すごい。じゃあもうそろそろね、終わりの時間ということで。はい。はい。というわけで、はい、まあ、よかった。バレンタインタイムもね、はい、もう長々と披露できることがなかったので、はい、なかったんでね、今回、はい、たら水、たらこ水塩、なるかな。塩水たらこ。うん。はい。アンドだね。アンドだね。塩たらこ、はい、バレンタインタイム披露できて。はい、よかったです。よかったです。よかったですね、本当に。本当にね。日の目を浴びて、楽曲が。はい。喜んでますよ、曲も。本当ですよ。ね。たらこちゃん、どうでした？いや、今日すごい。あーこれいい。あ、これいいじゃん。あ、すごいよく乗れた。で、今日はね、ラップも披露したりとか、誕生日も祝っていただけて、本当にすごい楽しかったです。うん。チキンも美味しかったしね。またね、じゃあ3月にまたみんなお会いできると嬉しいです。はい。どうですか？いいんじゃないでしょうか。はい。さすが。顔がちょっと、なんか赤い気がしません。気がしません。気がしません。どっちですか？はい。唇フィギュアなんて出たらポンですね。あ、いいじゃん。唇フィギュア。じゃあまた。はい、また皆さん、3月にね、はい、お会いしましょう、はい、バイバーイ。 Happy birthday to you。 あ、ちょっと気づいた。 Happy birthday to you。 Happy birthday dear たらこちゃん。 Happy birthday to you。 Happy birthday。Happy birthday to you. Happy birthday. ホラーだよ、それ。ちょっとホラーになってた。